スタジアム内 US バンクスタジアムは、アメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリスに位置する多目的屋内スタジアム。ヒューバートイーチハンフリーメトロドームの跡地に建設され、2016年7月22日に開場した。ナショナルフットボールリーグのミネソタバイキングスが本拠地として使用しており、NCWA のミネソタ大学ゴールデンゴファーズの 大学野球のアーリーシーズンゲームも開催されている。2013年まで存在したヒューバート・エイチ・ハンフリーメトロドームを解体後、跡地に建て替えられた。命名権は、US バンクが25年総額2億2000万ドルで契約した。ミネソタ・バイキングスの本拠地で、メトロドーム解体後は、一時的にミネソタ大学ツインシティ校の TCF バンクスタジアムを使用していた。 2018年の第52回スーパーボール、2019年の NCWA ファイナル4の開催地となった。また2020年に NCWA ディビジョン1レスリングチャンピオンシップが開催予定だったが、新型コロナウイルス感染症の流行により中止となった。メトロドームと同様、野球場としても利用可能であり、 ミネソタ大学ゴールデンゴーファーズが2017年シーズンより、準ホーム球場として使用している。ただし、他の野球、フットボール兼用スタジアムとは異なり、土部分は、ピッチャーズプレート近辺のみであり、マウンドの大半や、ベース金棒も、人工芝のままである。2016年7月22日、会場。2016年8月3日、 インターナショナルチャンピオンズカップ2016として、チェルシー FC 対 AC ミランが開催され、3から1でチェルシーが勝利。2016年8月19日、ルーク・ブライアンがツアーの一環で、トースタジアム発のコンサートを行う。2016年8月28日、NFL プレシーズンのバイキングス戦が開催される。2016年9月18日、 NFL 公式戦、バイキングスタイ、グリーンウェイパッカーズ戦が開催され、17から14でバイキングスが勝利。2018年2月4日、第52回スーパーボールが開催され、フィラデルフィア・イーグルスが、ニューイングランド・ペイトリオッツに41から33で勝利。ありがとうございます。